はい、それでは続いての出演者はしげさんです。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。どうぞ。結構知った方が目の前の方にいらっしゃると時がムネムネしたりになっちゃいます。まあ最後までね、1曲目は自分の曲なんですけど、ちょっと皆さん僕が気持ちよく演奏するためにちょっと気持ちよくちょっと手拍子かなんかをしていただけるとこんな感じですか。
これのガットギターって言うんです。このエレガットってね、かっこいいでしょ。だからね、次は卒業写真というね、曲を歌ってみようかなと思うんですがね、そんなに静まり返られると何かあったんかなって僕なんか悪いこと言ったかなと。最初はですね、もう久々にこう去年の出演者がなんかね、1年ぶりぐらいに会うんですけどね、あのこの人髪の毛減ったなとか、あのこの人ちょっと超えちゃったかなとか、そう感じられた方もいらっしゃるんじゃないかなと。私は毛が減ってます。だから上から照明照らされるとちょっと辛いんです。悲しいことがあると開く川の表紙、卒業写真のあの人は優しい目をしてる。街で見かけた時何も言えなかった。卒業写真の面影がそのままだったから、人混みに流されて変わってゆく私を、あなたは時々遠くで叱って話しかけるように揺れる柳の下で通った道さえ今はもう電車から見るだけ。私の青春そのもの、あなたは私の青春そのもの。卒業写真ね、知ってるでしょ、この曲はね、皆さんね、ユーミンの曲ですよね。たまに歌うんですよ、ね、まあ次はあの3曲目、天城越えという曲を、あの大体私はあの月に2回ぐらいは
あの老人ホームとか、あのデイサービスとかいうとこ行って、おじいちゃんおばあちゃんの前で歌うの。平均年齢70以下の人の前で歌うのは久しぶりで、いつも大体おじいちゃんばあちゃん、結構じいちゃんばあちゃんはシビアで、よかったらよかった、悪かったら悪かった、はっきり言う。だから意外とこう成長させてもらったりとかするわけですよね。じゃあね、天城越えのこれこそみんな知っとるでしょよくご存知でしょ。あのカバーやるときってあれですよ、比較対象がありますからね。大したことなかったなとかね、後から言わないで。ね、それじゃあ天城越えで。隠しきれない移り香が、いつしかあなたに染みついた。誰かに取られるくらいなら、あなたを殺していいですか。ね、乱れて隠れ宿、すずら折り常連の滝、舞い上がり揺れ落ちる肩の向こうに、あなた山が燃える。何があってもいいの、クラクラ燃える火をくぐり、あなたと甘い。
越え」という、ね、曲を、もう今年に入ってこの曲を何回も、ね、歌って、本当はあれですよ、見ずにできるんですよ。いやいや、あの別にあの意地張ってるわけじゃなくて、本当は見ずにできるんですよ。ただ保険のために置いてるだけであってね。じゃあ最後にまたあの、まあ、この人は何のためにギターを持ち帰ってるんだろうかとか、まあ素人の人たちは思うかもしれないけど、まあ我々ミュージシャンになるとですね、楽曲に合わせて、あまり知り合いがそこで笑わないようにやる、ね、なんぼビッグダディに似てるからって言ってさ、ね、最後はですね、あのまた自分がこれ去年作ったんですよ、いつかまたっていう、ね、曲、これ去年自分作ったんですけどね、この曲ね、コードが難しいんですよ、ギターコード、自分で作ったのにね。まあそういう楽曲もあったりなんかするわけですが、これはまあ去年ね、11月だったかな、会社の同僚が、まあよその部署の人でしたけどね、亡くなって、その時にね、作ったんです。まだ若かったですね、50過ぎぐらいでなかったですかね、まあ急だったんでね、なかなかびっくりしてみんなもね、まあ、自分は出張に行ってたからね、葬式とか通夜とかね行かれませんでしたが、まあ、広島の空に向かって、まあ、一応祈りを捧げておきました。まあ若いね、若くして死ぬというのはなんとも辛いですね。まあそんなね、自分なりに、素直な気持ちで作った曲を最後にビッグダディが歌いますので。夢でも
同じ時を刻んだ離れてても胸の奥で共に生きてゆく輝く星どうもありがとうございました。